スクレはボリビア多民族国の憲法上の首都である。建設時はラプラタ、後にチュキサカ、チャルカスと呼ばれていた。ただし、現在では、スクレには最高裁判所があるだけで、その他の国家機関はほぼラパスに集まっている。1826年のボリビア建国から1890年までは、スクレが、名実ともに、ボリビアの首都であった。1899年に、 ラパスを拠点とした自由党が連邦革命を起こし、スクレを基盤にしていた保守党政権を打倒した。そして翌年に自由党政府は議会と政府をスクレからラパスに移したため、スクレは憲法上ではボリビアの首都のままであったが、首都機能の大半を喪失した。また、スクレはチュキサカ県の中心都市でもある。 地域は1 8 2 0キロ平方メートル。人口は約28万人と憲法上の首都ではあるが、それほど多くない。ボリビア独立時の調印が行われた場所で、今も16世紀に建造されて、以来蓄積されてきたコロニアル様式の古い街並みが残っている。白く美しい建物が多いため、白の街と呼ばれることもある。 伝統的な民族衣装と祭りで有名なタラブコの街へは、スクレからバスなどで行ける。1538年9月29日に、スペイン人コンキスタドールのフランシスコ・ピサロの指示によって、ペドロ・デ・アンスレスが設立した。当初の名前は、シウダ・デラ・プラタ・デ・ラ・ヌエバ・トレドであった。後にこの地はチュキサカ、または、チャルカスと呼ばれるようになった。十九世紀に、 ボリビア独立戦争が活発にななるととこのの地地はその中心地となった1809年5月25日に起きたチュキサカ革命はアメリカ州の独立運動の起爆剤であったと言われる。1825年8月6日にボリビア独立の調印がここで行われた後、1839年にボリビア独立の父にして初代大統領であるアントニオホセデスクレにちなんで、 スクレと解明された。1991年、その街並みの美しさからユネスコによって世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。スクレの化石1996年、フランスのセメント会社が工場を作ろうとしたところ、恐竜の足跡の化石が発見された。後の調査で、住客類や、 流脚類のものと分かった。1メートルもある足跡も多数発見され、足跡の化石群としては、世界最大と言われている。スクレの新しい観光名所として注目されているが、保存のための資金がなく、また、セメント会社が開発を続行しようとしていることから、近年中に消失してしまうのではないかと、懸念されている。 lway-rayzon.com, アーショナガトリンファルファルタマイヨルリアハットシティーポピュレーションで、ビリビア、アドミニストレーティブディビジョンプロヴィンセスミューニシパリティーズハット、クライマトフル、フォンシュクレ。プローブ、チクイゼーカ、ビリビアン。ベースラインクライメートミーンズフロムステーションズオール。 オーバーザーワールドドイチャベターディエンヌッシュド2016年1月27日閲覧ありがとうございます